今から着れる春の大本命アウターをご紹介していきたいなと思います。種類別でご紹介していきたいなと思うので、もう今からは春でも今ちょうど買って春が寒いかな、いや重ね着したから今から着れるやないかいっていうのをこちらにズドンと並ばせていただきました。はい、本日ですね、今から着れる春の大本命アウターをご紹介していきたいなと思います。ということで、僕が持ってるアウターをねざっと全部紹介していこうかなと思います。で、今回はですね、種類別でご紹介していきたいなと思うので、もう今寒いけども今更ダウンなんか買わへんじゃないですか。もう今からは春でも今ちょうど買って春が寒いかな、いや重ね着したから今から言えるやないかいっていうのをこちらにズドンと並ばせていただきました。まずはですね、こちらゾーンカバーオールですね、別名作業着大好きおじさんというジャケットになっておりまして、次がズドン、こちらがレザーになっておりますね。レザーはですね、女子受けを捨てたジャケットっていう名前を僕は勝手につけさせていただいてるんですけども、そんなことになっておりまして、次がですね、こちらズドンコーチジャケット、これですね、ほのかに女子受けを狙ったジャケットということになっております。そして次がですね、こちらデニム系のジャケットですね、これはですね、岡山ありがとうジャケットという名前を勝手につけております。そして次がですね、こちらバラクータっていうジャケットなんですけども、こちらのねバラクータ G9 はですね、ケン高倉ありがとうポップ屋ジャケットということになっています。そして次6番っていうのがですね、こちら皆さんご存知マウンテンパーカー、僕の多分チャンネルはマウンテンパーカー持ってる方ご存知だと思いますので、こちら説明不要ジャケットになっています。そして次がですね、こちら布に入ってるんですけども、バブアーでございます。これ諸事情によりちょっと布に入ってるんですけど、これはですね自問自答ジャケット、これほんまに買っていいのか、いや買わん方がいいのか、ちゃんと自問自答してくださいねっていうジャケットになっています。そして次がですね、こちらこの素材はですね、すごい変わった素材で、あの有名なテンシーっていうブランドの素材と同じやつなんですけど、これ経年変化バカジャケットって言います。そして次がですね、こちらコートですね、このコートはですね、スタイル隠しジャケットっていうことになっておりまして、最後がこちらハイテク系ですね、あの新しい技術を持ち込んだ薄いねんけども、寒くないっていうようなジャケット、これは太と被らない枠ジャケットっていうことにしております。でこれはですね、一着できるとちょっと寒いなと思いますので、今回インナーに体温さんのねインナーをちょっと入れさせていただくということで入れさせていただきましょう。本来ならね、この辺はちょっと体温さんから案件をいただいたらね、よりスムーズにしやすかったなと思うんですけど、残念なことで案件いただいておりませんので、自分で買った体温を着て説明していきたいなと思います。僕結構ねこの体温をねインナーに着てコート着たりすることあるんですよ。でそのコート着たりしてる時ね、結構冬とか行けたんですよ。まあ暖冬やったからっていうのもあると思うんですけど、着ると思うので、これからさすがに2月もっと3月とかになってダウン着てるのちょっとおかしになってくるから、まあ2月はまだ行けるとしても3月でちょっとおかしになってくるから、こういうインナーダウンを着といて、さらにここからカバーオールをまず着ていきましょうと。これはですね、カリフォルニアのブランドケイティンっていうカバーオールを着ております。これサイズ M サイズで着用してるんですけども、まあ、カバーオールって何なんていうと、まあ、シャツジャケットですね。シャツがジャケットになっていったものをカバーオール、まあ元々は作業着から始まってるわけなんですけども、こんな感じでいくと少しちょっとデートっぽい雰囲気になるんじゃないでしょうか。いい感じでね、着てるんじゃないかなと思いますし、まあカバーオールがお好きな方って言ったらカーハートとかご存知かなと思うんですけども、このコットンのくすんだ感じの風合いと、あとちょっとインナーがチラッとこれ見えてもね、ちょっと大人っぽい感じで、まあ無地やけど大人っぽい感じでね着ていけるんじゃないかなと思います。ちょっと今日時計持ってくるの忘れたので、時計はないんですけども、ちょっとアクセサリーなんかね、この手首のところにつけたりなんかして、こういう感じでいくと、あ、大人っぽい感じでね、ドライブデートなんていいんじゃないかなと思います。まあ本当のこと言うならね、まあ、愛人なんか捕まえてね、ドライブデート行きたいなっていうのが本音ではあるんですけども、まあなんせこのチャンネルね、嫁のお父さんもお母さんも見てるということで、あんま変なことは言えませんので、そういったことで、まあカバーオールね、この辺は使いやすいんじゃないかなと思います。で、そしてですね、次行きましょう。次がですね、レザーですね。で、レザーに関しては今回これルイスレザーなんですよ。で、ルイスレザーは正直もうインナー全くいらないので、インナーをちょっと一回置きます。はい、とまあこんな感じで、もうこれはですね、かれこれもう3年ぐらい経つんですかね。当時はね、僕サイズが確か38がいいでって言われたんですよ。で僕これ42で買ってるんですね。だから相当デカめで買ってるんですけど、結果それで良かったです。っていうのも最近筋トレしだしてるから、今ちょうどいい感じなんですよ、肩幅とか。まあ、それでちょっと長いけども、まあただバイク乗ったらちょうどいいので、まあ、そう考えたらなんかレザーって結構みんなパツパツで着ろとかって言うんやけど、パツパツで着たら1年後着いひんのよと。その買った時はそれでもいいんやけど、1年2年した時にもうキンクなるから、僕はいつもジャケットってちょっと大きめに買うんですよね、肩周りだけで。オーバーサイズにはしたくないので、それこそバラクータなんかもちょっとサイズジャストすぎてきつかったりするので、まあ、僕はこれぐらいのサイズ感がちょうどいいんですけど、とにかくこれはね男子受けいい。僕の行ってるジムのね視聴者さんもね、たまたま言ってるんやけど、あのタクゾー君のルイスレザーのジャケットやられたと思ったわって言ってはったんで、男子受けはすごいいいんですよ。だからまあこういうねワイルドな感じとか、ちょっと男っぽいのがお好きな方とかはね非常に多いんかなと思いますので、いいとは思うんですけども、あんまり僕個人的には女子受けあんま良くなかったので、まあ女子とね遊ぶことがないんですけども、遊ぶ際はねこれじゃなくて、まあ、カバーオールとかの方がいいかなと思うんですけど、ちなみにうちの嫁とは全然いいやんって言ってくれるんですけども、大多数の意見よりもね、たった一人の嫁の意見を尊重していこうという良き旦那の卓造でございます。そして次がですね、コーチジャケットになってるんですけど、コーチジャケットに関してはね、これまあノースフェイスのやつ着てるんやけど、コーチジャケットでええの出会ったことないなっていうことで、まあ、これまあインナー着てればね、春先とかでも全然ちょっと寒い時期も着れると思うんですけど、いかんせんコーチジャケットにいい出会いがないっていうところが残念なところであるんですけど、だったら作ってしまえということで、こう裏地も張ってね作ってみた
んですよ。でそれは作ってみたら作ってみたで悪くはなかったんやけども、結局これも商品化はせえへんかったんですね。でなんでせえへんかったんかって言われたら、なんか100点までは持っていけなかったんですよ。だからうわ、まあこれはまあ僕のバイク用のジャケットとして自分で着ようと思ってますので、そういったことでなかなかコーチジャケットには巡り合えてないので、コーチジャケットいいのあるよっていうのをありましたらね、教えていただけると嬉しいなと思いますので教えてください。そして次がデニムですね。まあデニムに関してはもうとにかくさっきも言いましたけども、女子受けがとにかくいいので、あの渋谷の20代ですよ。渋谷の20代以上はどうなってるか知らんけども、まあこんな感じで言っとけばまあそれは間違いないじゃないですか。デニムにまあ普通にパンツ履いちゃうと。でこれでね、あのちょっと桜でも見に行こうかなんて言ったりしたら、すごいあのラフな感じだけども、決めてはないんやけど、なんかちょっとかっこいい感じでねいけるんじゃないかなって個人的には思っております。まあ、いかんせん僕らの師匠であるねキムタク先輩がね、あのよくジーシャンを着てるっていうことなんで、まあ、そこはまああの授かっていこうじゃないかということでね、デニムジャケットも入れさせていただきました。デニムは基本的に岡山がメインなので、岡山にありがとうって言えるようなジャケットになってます。そして次はですね、バラクータ兼高倉パイセンもこれ着てますけども、僕はねちょっとこれサイズちっちゃいんですよね。これ40やねんけども、40じゃちょっとインナー着た時きついかなっていう感じがあって、まあ、悪くはないんやけど、なんかサイズ感とかもそのやっぱ50超えてくるとこれかっこいいかなと思うんやけど、ちょっと今の段階では僕似合わへんなっていうことで自分であのカスタムしていきました。僕がね作ってるねコーデュラのジャケットあるんですけど、このコーデュラのジャケットでね赤バージョンを作ってみたらどうやってことで作ってみたら、あこれしっくりくるやんっていうことで今はこっちを愛用しております。でこれはまた新色として出しない色味なんですけど、これちょっと派手やからあんまみんないらんかなと思って、個人的にはどうなんかなと思って出してはないんですけど、僕は好きで、着てるんですけどもね。こういったことでバラクータのちょっと変わり色というかちょっと色味似てるんですよ。まあ、全く一緒っていうわけじゃないんやけども、少しバラクータより濃いめというか。でまあ一応お値段も半額以下で出せてますので、バラクータが5万なんぼやねんけど、これだったら2万8000ぐらいなんでね、半額以下で出せておりますということになってます。ここでちょっと宣伝も入れさせていただかないと困りますので、県高倉から、タクゾーになってますので、こちらも見ていただければなと思います。で次6点目っていうのがですね、マウンテンパーカーやってるんですけど、まあ、マウンテンパーカーに関してはもうこれ多分ここの視聴者さんってほぼほぼ持ってはると思うんですね。1着は今更なんやっていうことないんですけど、まあとにかくゴアテックス系のねアイテムっていうのはちょっと今回この中で言うとないので、唯一このジャケットだけになってるので、まあ雨とか考えた時にほぼほぼいけるんですけどね。まあデニムは無理やし、レザーも無理やけども、バラクータはちょっとした撥水もついてるし、後々出てくるバブアとかも雨はいけたりするんですけど、完全防水っていうのは唯一これだけなんで、多少の雨やったら全然問題ないですけどもね。がっつりアウトドアするってなったりしたら、まあこういうのも一着は必要になってくるかなと思うんですけども、アクロニウムやったかなっていうジャケットになっておりまして、一番値段高いんですけどこれが35万円ぐらいですね。某セレクトショップでこれを買いに行ったわけなんですけど、アクロニウム買うつもりで行ってるからパーティー行って、これ袖通してサイズこれでいいですかねって言って、いいと思いますよって言って、まあ、店員さんもまさか35万いきなり買わへんやろみたいな感じだったんで、あーじゃあこれ買いますよって、みたいな感じで、あ、お変わりましたみたいな感じになってね、新しいのあるか探してきますなんて言いながら買わせていただきました。まあ僕はもう動画で紹介するために買うって決めてたからあれなんですけども、普段やったらそんなもん絶対に買いませんよ。35万のジャケット買うんやったらそんなもん10回ぐらい試着するから、そんなことなんですけども、そういった説明不要のジャケットですね。で次が出ましたバブアでございます。バブちゃんでですね、バブアに関してはですね、僕2着持っておりまして、 G9 先のバラクータとコラボのやつっていうのも僕持ってるんですね。僕個人的にはそっちの方が好きなんですよ。ショート丈になってて、今この着用してるビデイルっていうのは一番定番モデルにはなってるんですけど、少しお尻が隠れるぐらいだから、スーツのジャケットぐらいの丈の長さなんですね。だからそれは僕個人的には全然嫌とかじゃないんやけど、個人的に好きなのは丈がこう短い方が好きなので、このビデイルに関してはもう買ってから4年5年ぐらい経ってるんですけども、外に着ていったのはわずか1回だけとか、それ以外着ていっておりません。だからがっつりオイルついた状態なんで、この布に入れてるということになってますので、最初も言ったけど、これ自問自答ジャケットって言いましたね。でこれは買っていいのか、ほんまに着るのか、これ着て車乗れんの、これで電車乗れんの、どうすんの、これでリュック背負えんの、やめとこうってなったり、あ買うわってなったりするので、買う前にとにかく自問自答してほしいっていうジャケットになってますので、皆さんよろしくお願いします。まあ、最近バブアからはノンオイルのねジャケットも出たりしてますので、そうなってくると防水とか雨に対してどうなんて言われてちょっとわからへんねんけども、その辺は大体セレクトショップの別注やったりするので、セレクトショップの店員さんにね、これってちょっと撥水の加工とか効いてますとか、防水効いてますかって聞いてもらったら、あ効いてませんよ効いてますよって教えてくれると思うので、まあオイルが嫌いな方はね、そういうのも言ってみるのもいいかなと思います。僕ちなみにこれビデイル今のが38かな、なんかそんなんやったと思います多分。で今紹介してるの全部っていうのが基本的には風を通さない系なので、風通さなくてしっかりこのインナーを着てれば、まあ理論的には気温で言うとはどんなものやろう、10度ぐらい、ちょっと肌寒いなって、これ一着で肌寒いななんていう時
時はこれ一発はましといたら全然寒くないので、ぜひぜひやっていただければいいかなと思います。でそして次がですね、これちょっとまだこの動画の時には届かなかった申し訳ないんですけど、テンシーですね。でこれに関してはテンシーのジャケットではないんですけど、テンシーと全く同じ生地を使っております。でこの全く同じ生地っていうのが、まあ僕これ今回カーキで作ってるんですけども、カーキで自分のオリジナルブランドで今作ってるんですが、テンシーのこの生地がね OJJ っていうモデルになってて、確か15万か6万ぐらいするんですね。テンシーも言ってるんですけど、日本の生地を引っ張ってきてますって言ってるんですよ。でその日本の生地でどこなんかって言ったら小松っていうところがあるんですけど、その小松から僕ダイレクトに今仕入れてるので、全く同じものを作っても半額以下では作れるやろなと思ってますので、イタリアで縫製してるっていうところでテンシーの場合高いんですけど、生地もね海外の関税がかかったりとかするっていうところなんですけど、これに関しては、まあ、日本の生地なんで日本の生地を使って日本の縫製会社でやった方が多分値段は安くなると思うんですけど、着れば着るほど経年変化するっていう、まあ、デニムのような感じ、一生使えるジャケットって言われるぐらい生地がすごい特徴的なんですね。で生地屋でもこの生地珍しいって言われるぐらいなかなか見ない生地なので、でしかもまあ値段もそこそこ高いんです。だから僕はこれ、まあ、カバーオール的な感じでちょっと作ろうかなと思ってるんですけど もうマウンテンパーカーにしちゃったらほんまにマジでテンシーと全く同じになっちゃうので、で僕自身も今マウンテンパーカーっていうような気分じゃないのでマウンテンパーカー作らないんですけど、多分全く同じやつ作っても半額以下では簡単に作れると思うので、そんなことしたらテンシーさんから訴えられると思います。だから訴えられない前にこの話はやめようと思います。そして次がですね、こちらコートですね。でコート系のジャケットっていうのも、まあ、春先になったらこう着るじゃないですか。コートってね良くも悪くも僕スタイルを隠すなと思うんですよ。でそれはねいいって思う人もいてれば、まあ、微妙って思う人もいてて、まあこんな感じじゃないですか。でこうダボーっと着る感じだと思うんですけど、僕個人的にはあんま好きじゃないんですよ。なんでかって言ったら、あの風呂上がりのこのガウン着てるみたいになるからあんま好きじゃないっていうところやし、まあ、似合う人はねこれでいいと思うんですよ。だから逆にスタイルを隠したい時とかはいいんちゃうかなと思うんですけど、むしろスタイルをこう出したい時とか、せっかく綺麗なパンツのライン出したいとかってなってきたらこれは消えちゃうので、まあ、全部隠す時なんかは、こういうのもいいかなと思うんですけど、なんかねオーシャンかサファリかどっちか忘れたんですけど、で雑誌あるじゃないですか。あれがなんかよく雑誌内で販売してる時ってありますよね。なんか中で2万5000円ぐらいで出したりとか、これも多分3万円ぐらいだったと思うんですけど買ったんやけども、めちゃくちゃペラペラ、びっくりした。透き通ってるから、その奥見たらこう透き通ってるんですよ。だからああいう雑誌のやつってね、あこんな感じなんやっていうのを買って初めて知りました。で特にまあ自分とかやったらやっぱ洋服作ってるっていうのもあるし、いろんな洋服買ってるからなおさらね、あちょっと残念やなって思うとこもあったりして、一応メイドインジャパンはメイドインジャパンなんですけど、多分縫製が悪い云々とかじゃなくて、その生地自体がそもそもがそんなに多分ベラボーに高いやつじゃないとか、あとはその芯が入ってないからやっぱよれたように見えるとか、ボタンがちょっとチャッチく見えるとか、多分ボタン自身も多分樹脂のやつだからそんな高くないしってなってきたらちょっともったいないなとかって思ったりはしたんですけど、まあ、コートっていうのもね春先はあるかなと思います。まあ僕は多分これはもう着ないと思います。もう何年前やったかな、2年か3年ぐらい前にも買ったやつなんですけど、これタグつけっぱなしだからずっと眠ってんの分かるでしょ。でそして最後がハイテク系ですね。これ僕は以前企業さんから提供してもらったやつなんですよ。で提供してもらったやつでいただいたんですけど、まあブランドがどこどこっていうことよりもやっぱねこういうなんていうのシンプルなジャケットっていうの着やすいなと思うし、これ実は中にシート入ってるんですよ。だから言うたら中綿っちゃ中綿なんやけども、中綿の中でもそのボコボコの中綿じゃなくて最先端の中綿、だから宇宙とかでも着れるような素材をこう中に入れてるので、シート状っちゃシート状なんやけどちょっと違うんですよ。で僕らがイメージする中綿ってこうダウンみたいな感じじゃないですか、じゃなくてもっとこうすっきりしてる感じになってるので、まあこういうのもね春先なんかには使いやすいんちゃうかなと思いますし、なんかこう今ざーっと10点ぐらいアイテム見た中で、来れば来るほどなんかちょっとこう女子受け悪くなりそうじゃないですか。だから奥さんとかと出かけるときにこのデニムのねステッチがとか言い出したりしたらちょっとってなってくるし、剣高倉がなんとか言い出したりってなるから、もう何も言わんと黙ってさっと着といて、でそれで雰囲気よかったら、あ本当今日ええやんって言われるから、男同士の時に言いましょう。なんか飲み会とか行った時にこの経年変化いいですよね、右足いいですよね、左足いいですよね、チェーンステッチいいですよねとかってそんな話はしたらいいんだけど、奥さんとかに黙って、言いたことあったとしてももう黙ってもう何も言わんでいいので、何も言わんと、歩いて普通に歩いとったら、あんだけをちょっとちゃんとしてるやんとかシュッとしてるやんとかって言われますので、僕もね極力嫁にはもう何も言わんと、カバーオールいいやんって、このジャケットいいやんって言われて、そうやろカバーオールってもともと作業着のシャツから始まってるんでねなんて言ったりしたら、そんなことはもう聞いてへんので、あありがとう、あところでカフェ行こうかみたいな感じでスッとこう話をそらしてね、こうスマートに行きたいななんていうふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ僕が持ってる春とか秋とかに着れるようなアウターっていうのはね今回ざっと紹介させていただきました。マウンテンパーカーとかに関してはここからさらにまた30着ぐらいあるので、これを紹介しだすともうキリないので、まあ、種類別で、今回紹介させていただいたということになってますので、また皆さんもね今後例えば春に向けてちょっとアウター買おうかなと、ライトアウター買おうかなっていう時なんかは、あこの中であこれがいいなあれがいいなっていうのをね見ていただければなということで、本日はですね今から春まで着れるアウターっていうのを紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。